七夜の通帳、鈴木田だ給金。京都に住んでいた頃、確か花時のことだったと思います。私が縁端でぼんやり日向ぼっこをしていると、女中が来客の名刺を取り継いできました。名刺には、K とありました。K 氏は私には初めての客でしたが、友人 H 氏の弟子筋にあたる人で、 その頃新進作家としてちょっと売り出していました。啓氏は座敷に入ってきました。細表の色の白い言葉数の至って少なそうな人でした。初対面の挨拶をしました後はしばらくは継ぎほがなさそうに黙ってもじもじしていましたがやがて言いにくそうにこんなことを言いました。 初めて伺って失礼なことを申すようですが、お宅には七夜の通帳が終わりでしょうか。七夜の通帳。私は自分の耳を疑うように客の顔を見ました。は、七夜の通帳を。警視はポツリポツリと言葉を切るように言いました。お持ちでしたら、 ちょっと拝借したいと思いまして。何にお使いになるんですかたった一つしかない。それも誰にでもわかりきっている質屋の通帳の使い道をさも知らない者の,のように聞きました。実は、この羽織を曲げていくらか融通したいと思いましてね。ケ視は着ている羽織に ちょっと目を落としました。それは真新しい黒羽蓋絵で、洒落た縫いもんの剣ばみがしっとりと光っていました。旅に出て少し遊びすぎたので、懐が寂しくなったものですから、どこでしたっけ通りがかりに一軒当たってみましたが、馴染みがないので断られてしまいました。ほう、それはお困りでしょうね。 私は旅先で、まだ一面識もない自分を尋ねて、こんなことを頼まなければならない、警視の当枠を察しました。で、できることなら、七夜の通帳を四通でも五通でも、ありったけ取り出して用立てしたくは思いましたが、不都合なことには、その持ち合わせがなかったので、私はひどく恐縮して、謝るように。 手元に持ち合わせていましたら、喜んでご用立てするのですが、あいにく一通も、お持ちになりませんか持ちません。本当のことを申すと、七夜に入れるほどな金目のものがないんですね。ご冗談でしょう。警視は失望したらしい目で、座敷の中をあちこち見回しました。 その目には、こんなみすぼらしい家に縮こまっていながら、七夜の通帳を一つ持たないという不都合なことがあるものかと、いくらか疑うような煙さえ見えました。その家というのは、河野バイレンの長男にあたる、ある日本画家の持ち物で、抜きな海奥の皇帝として聞こえた谷口路山が亡くなるまで長く住んでいた。 由緒付きの古い家でした。ある時大阪から登ってきて、この家で初めてロザ山に弟子入りをした男がありました。巧妙な画家の住居にしては、見すぼらしすぎる家だなと思いながら、内心いくらか弟子入りしたのを後悔していると、それに気のつかないロザ山は、次の間の物音に耳を立てながら、今、娘が外から帰ってきたようじゃ。 ちょっっっとと会ててやってください、と言い言ました。「絵よりも女が好きだった大阪者は急に生き返ったような気持ちになってたたずまいを直しながら挨拶に出てきた婦人に丁寧にお辞儀をしました」「そして頭を持ち上げた拍子にちらっと見ると相手は五十絡みの婆さんだったので七十過ぎのロザ山にしてみれば」 こんなばあさんの娘があったところで少しも不思議はないと思いながらなんだか嫌になってそこそこに暇をつねて帰ってきたと言います。ロザンの生きていた頃から古びてみすぼらしかった借屋ですからそれから20年も経った今のワイらしさは想像ができましょう。天井の節穴からはススがぶら下がっており壁にはネズミの小便の跡がついていました。 そこらを見回していたケイは最後に目を私の顔に移して、いや、質屋の通帳などお持ちにならないに越したことはありません。初めて上がってとんだ失礼を申しました。と言って丁寧にお辞儀をしました。間もなくケイは帰っていきました。私は玄関に立ってその後ろ姿を見送りました。 その時、ふと、旅先で金がなくなったのでは、あの人も困るだろう。宣告は言いそびれたが、少しくらいの金なら、どうにかならないこともないんだから、呼び返してよ立てようかしら。こんな考えが頭の中を走りましたが、その次の瞬間に、警視の姿は、もう見えなくなっていました。 私は軽い開墾の念を抱かされました。その晩、友人の悠博士が遊びに来たので、私はその日の出来事を話しました。それは決まりが悪かったでしょう。質屋の通帳は、芸術家にとっては、流行りすたりのない実用品の上に、また贅沢品でもあるのですからね。少なくとも貧乏が見えになる当節では。 博士はいつものように口元を上品に歪めて言いました。それじゃあ、宅には無論終わりでしょうね。私は冗談まじりに聞きました。すると博士は持ち前の学者の冷静な態度を失わず、静かに答えました。いや、まだ持ってはいません。何、持とうと思えば、今すぐにも持たれる代物なんですからね。